はい、こんばんは、川島です。今回の動画は二重顎をなくす運動ね、今日やっていこうと思うんですけども、今日はね、一緒に淡田社長と一緒にやっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、で今日は石田さとみさんおすすめの二重顎運動なんですけども、肩がですね、前に入ってると顎がね、もたついてくるんで、そこを後ろにこうグッと引いてすっきりした顎を見せていきます。はい、やっていきましょう。じゃあポイントはまず胸の張りを取って後ろを鍛えていきます。いきますよ、3、2、1、GO。 まず首のストレッチです。左上を見て、右の方の首筋が伸びる感じ。まずこれ伸ばしていきます。まずストレートネックをまず伸ばしていきます。大丈夫ですか、これで。大丈夫です。で、鎖骨を押さえると、さらにグッと下に引っ張る感じですね。右の鎖骨を下にグッと引っ張り、左手で顎をグッと反対側に持っていく。はい、これでゆっくり深呼吸していきましょう。ストレッチはそうです。朝晩は必ず、簡単なストレッチは簡単な、はい、やってますね。これはでもあんまりやってないんですよ。しないです。はい、石田さとみにおすすめですよ。ぜひやります。毎日やります。さあ残り5秒、5、4、3、2、1。反対いきます。次また左側の鎖骨を押さえて握ってて、左首を伸ばしていきます。これピーンって突っ張ってる感じ分からなくて、そうですね、ここは伸びてる感じしますね。基本的にまず首が前に出たりとか、肩が前に入ってるけど、こう顎がもたついて見えちゃいますので、しっかりまず猫背を取っていきます。猫背を取った上で肩甲骨を鍛えていくという運動ですね。5、4、3、2、1。はい、お次は胸の脇を取っていきますので、一回脇をグッと胸の前ですね、こう筋肉掴んでもらって後ろにこう回します。はい、これで巻き肩をまず取ります。はい、で巻き肩が取れないと綺麗な顎ライン出ませんので、しっかりまずここを広げて、緩めてからね、広げていきましょう。でもやっぱり石原さとみになるためですね。そうです。やってします。なるですか。なりたいですね、石原さとみに。でも今本当に今これ人気ですからね。あのテレビでその石原さとみさんが胸鎖二頭筋って筋肉を刺激すると綺麗に見えますって話をね、されたんですけども、それで一気にバズったんです。あ、そうなんですね。はい、でそこを僕がオマージュして、さらにレベルアップしたものを今日は、ね、紹介していこうと思います。なるほど。前回多分3分間のやつで今90万再生ぐらいだったのかな。それのすごいですね。10分バージョンもできますけど、これ90万見られるかもしれないです。見てください。OK、次反対いきます。反対同じようにグッと脇しっかり掴んでもらって、はい、回します。ポイントはしっかり筋肉がちょっと痛気持ちいいぐらいまで持つといいですね。1分って結構こうやってると長いですね。長いですね。今まあ10分間なので、今家にいる時間でぜひ皆さん頑張ってやっていきましょう。ちなみにこの背中、肩甲骨周りがしっかりこう鍛わってくると、痩せやすい体に変わります。代謝が上がりますので、背中には褐色細胞と言われるような、まあ、代謝を上げるんで細胞も多く含まれてますので、しっかりねここを鍛えていきましょう。コメントでもね、かなり今あの好評で、これやって顔がちっちゃく見られますとか、顔ちっちゃいって言われるようになりましたね。いろいろコメントきます。すげえ、はい、すごいですね。どんぐらいコメント来られてるんですか。1回上げたら1回50から100ぐらいですかね。すごいですね。でもあちょっとね、 YouTube 始めましたね。そうですね。秘密のチャンネルを、秘密のチャンネルはぜひ探してください。秘密なんで。 OK、 次は、手を肩に腰に回してもらって、後ろにグッと寄せます。グッとグッと肩甲骨を寄せるイメージ、グッとグッと、それ1分、グッと、胸を張って肩甲骨を寄せる、寄せる。汗かいてきますね。やってます。これもう石原さとみです。頑張ります。はい、残り30秒。
just want to laugh until I can't breathe. Midnight moonlight dancing. Never get enough. そうですね。毎月会ってきます。ぜひ、来てください。待ってます。毎月待ってます。サッカーのここで。できると思います。フットサルぐらいやったらできますね。そうですね。熱い。OK、次は、手を上に上げてもらって、後ろにグッと寄せます。上下に肩を動かして、グッと。ポイントは肩甲骨を寄せる。で、しっかり耳の後ろまで手を引いてグッと。グッと。さあ、これ結構しんどいんですけど、追い込んでいきましょう。しっかり肩甲骨の間がね、ちょっときつくなってくる感じです。これ顔は大丈夫ですか？顔はそのままで。はい。さあさあさあ。すごいです。めちゃくちゃ熱くなってきますね。最近成功点の方の現場に出ないんですか？現場はもう全然出てないです。今は、はい、え、次は、さ、肩甲骨を後ろに回します。グッと。川島さんはどのぐらい現場出てるんですか？僕今週 2,3 とか出ますよ。週 2,3 出て、あとはそれ以外はもう撮影とか、もうそういうの、記事撮影とか雑誌の取材とかテレビの取材とか、すごいっす。そっちです。あとスタッフの教育ですね。有名人ですね。あ、最近チチンプイプイでテレビ知ってます？あ、知ってます。あれに今度出ます。本当ですか？はい。すごい。見ますね。はい。チェックします。しっかりこれもグッと後ろに回しましょう。胸を開く感じで。グッと。肩甲骨寄せましょう。グッと。後ろで後ろで。後ろで回します。もっとです、もっと。これ何？すいません、サボってました。サボってます。ちょ、サボってます。はい、皆様、里見になるために頑張ってくださいね。石原里見になるために。いや、本当ですよ。大変ですよね、ことはね。これ、なかなか大変ですよ。また、繰り返しです。後ろにグッと。もうそう簡単にはね、なれないですよね、それはね。そうですね。こんぐらいで頑張っていかないと。10分ですもんね。10分です。10分になります。石原里見です。なってきました。石原里見に。なってきました、ちょっと。全然待ってますね、僕も。さあ、だいぶしんどいなってきましたね。だいぶ頭上げる、はい、ポカポカしてます。でも最近じゃ、ここからはあれですか、YouTube チャンネル始まったので、はい、撮影が結構増えてくるんですか？こっからもうどんどんできますよ。いいぞ。はい。今テンポが13テンポですね。13テンポですね。はい。成功テンポが1テンポ。成功テンポが13テンポで、あとはパーソナルジムが1つと、デスペースサロンが1つ。ああ、はい。あと15です。そうです、トータル15人ですね。 OK、じゃあラスト。あーちゃん、2個目だ。また上に上げて、以上ですね。これ最後ですか？これみんな舐めたらダメですよ、これ。だいぶきますからね、これ。だいぶきますよ、はい、でもしっかり追い込んでください、追い込んで。後ろの筋肉を使うですね。しっかりフォームを、ね、上に上げてグッと戻す。グッと。熱いですよね。熱い。めちゃめちゃ熱い。これあれ、唇もプルッとしてくるんですかね、悟りみたい。そうですね。だめだ。なんかあの人もかなり運動してますけどね。あ、そうなんですね。やっぱ女優さんは結構皆さん運動されてるからね。めっちゃ怪我したんですけど。だからね、ああいう感じでキープできるのね。そうです。さあ、残り5秒。5、4、3、2、1。 OK、ラスト回します。はい。さあ、ラストですよ。ラストスパート。これいつから撮影とかされてるんですか？経験者です。でも YouTube 始めてもう2年ですからね。でも2年で何万登録？今45万に来ました。すごいですね。でも、社長もね、ここから、今年中に。そうです、ここからやっぱり、
グーパでも目標でもね、10ぐらいいきたいですね、10万ぐらい。あ、そうですね、はい、川島さんの4分の1ですけれども、はい、それでもやっぱりすごいって思いますからね、そこを目指して頑張っていきます。いやでもね、アーティストめちゃめちゃすごい、あのいろいろ持ってます、知識を。もしあるようになったらぜひ見てください、お願いします。さあ、残り5秒、5、4、3、2、1、 OK、 終了です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやすごい、結構来ましたね。結構来ましたね。10分やっぱりちゃんとやると長いですね。はい、で今終わった後にこの胸がちょっと開く感じ分かります皆さん。このちょっと無意識にこう開く感じ、うんうん、確かに、はい、これが後ろの筋肉を使って前をほぐしたらこんな感じ変わりますので、ぜひ、ね、このトレーニング、この運動、このストレッチは、ぜひ毎日10分間はぜひやってください。そうすると自然とこれがキープできますので、これおすすめなので、ね、基本的に朝おすすめします。朝すると1日代謝が上がりますので、ぜひやってみてください。はい、皆さん、ちょっとから石原さとみになるために皆さんも毎日これはやってください。おすすめします。一緒です。2回言いましたから。はい、という感じで、ぜひね、こんな感じで、まあ、ぜひトレーニングはね、頑張って、まあ、今ね、やりできることをやっていきましょう。はい、という感じで、概要欄にね、またちょっとのね、チャンネルも貼ってますので、ぜひ、もし興味があったら見てみてください。はい、お願いします。ビジネス系のチャンネルですね。そうですね、ちょっとあのエクササイズと違って、まあ、考え方とかそういうのを、はい、話したいと思います。はい、参考にしてください。はい、こんな感じで、ぜひね、Twitter、Instagram もね、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。